はいどうも。あ、すみません。はいどうも。今回はかなり天気が良くてめっちゃ暖かいんでまた採集に来ました。で、今日ね20度予想なんですよ、最高気温が。で、めちゃくちゃ暖かいっていうか、もう暑いです。もう今半袖で来てるんですけど、めっちゃ汗かいてます。で、また今日も山の方に来たんですけど、もうこんだけ暖かかったらもう大体の生き物は冬眠から覚めると思うので、冬眠から覚めた生き物を採集しようと思います。まあ、代表的にはトカゲとか、あとヘビとかで、さらにムカデもちょっと探そうかなと思ってます。いや、暑い、めちゃくちゃ暑いですよ今日。よし、じゃあもうすぐね山の頂上なんで反対側行きます。あのムカデ採集とかよくやってる方です。そっちまで行きます。はい、頂上から反対側に来ました。で、またこれ倒木ですね。よし、よいしょ。ムカデいますね。あ、これ青ズじゃない？背筋赤ムカデではないですね。青ズや、多分。撮ります。はい、これ今撮ったムカデです。青ズムカデで間違いないですね、多分。うん、足の先とかちょっと青いし、何より頭がめっちゃ黒いですね。やった。はい、気を取り直してトカゲ探したんですけど、ここ歩いてたらガサガサガサって言って、見たらね、ちょっとだけなんですけど日本トカゲが見えました。いや、結構でかかったんやけど、すぐ逃げられましたね。いや、早いな、動くん、やっぱり。いや、どこ行ったかな、この辺なんやけどな。いや、もう気温高くなって体温上がって動くん早くなってますね。はい、ここはよくトカゲがいるとこです。カナヘビもニホントカゲもよくいるんですよね。どうかな。あ、いた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 、でけでけでけ。あ、やっちまった。くそ、日本トカゲやな今のも。いや、相当静かにせな無理やな。いや、くそ、中入られたら負けですね。あ、どこやったっけ。くそ、まあしばらく出てこへんな。はい、まだいますよ。わかるかなこれ。尻尾がちょっと見えてて、若干頭見えますよね。ちょっと戻ってきたらね、顔だけ出してたんですよ。これ待ってたら出てくるかもしれんな。はい、ちょっとね粘ったんですけど、また奥に入られてしまいました。で、多分しばらく出てこないので、ちょっと他のとこ行ってまた戻ってこようと思います。いやー、むずいな、トカゲとんの。はい、倒木どかしたら毎度おなじみなんですけど、大ゴキブリですね。あ、こいつも羽綺麗やな。あれ、ほら、なんか今年羽綺麗なやつ多いですね。
はい、この辺はトビズムカデがよく取れる場所です。あれ、はい、アリがたくさん出てきました。で、なんか卵っぽいものもあるので巣かもしれないです。ここはネブト取ったとこですね。よいしょ。おお、あ、これネブトじゃない？ちょっと待って。はい、ネブトクワガタでした。で、オスなんですけど、前見つけたやつよりはちょっと大きめですね。いや、ここネブトおるな。まさかと思ったんやけど。いや、やっぱかっこいいですね、ネブトクワガタ。では、うちに幼虫いるんで逃がします。はい、ちっちゃいムカデですね。なんかめっちゃ赤いムカデです。あ、一寸ムカデや。ちょっと期待したんやけどな。よし、ちょっと時間経ったんで戻ってきました。いや、今度こそ。なんか動いたぞ。え？違う？違うか。さっきいたとこはこっち。お、なんか糸トンボみたいなやつおるな。ここなんやけど、あれ？見た感じいないですね。クソ、どっか行っちゃったかな。はい、また倒木どけたらなんかめっちゃ白いのが出てきました。ちょっとこれ明るすぎてさらに白く見えてるんやけど、なんなんやろな、こいつ。で、さらにこれなんですけど、あ、クワガタですね。え？何クワやろ。クワガタのメス。ほら、はい、これ今取ったクワガタなんですけど、何クワガタでしょうか。ちょっとわからないんですけど、冬眠してたっぽいです。で、ちなみにこの山にはコクワノコギリ、あとミヤマ、そしてヒラタクワガタとネブトクワガタも取れます。で、多分ね、ノコギリとミヤマは越冬できないし、で、ネブトにしてはちょっと大きいからコクワかヒラタだと思うんですけど、ちょっとわかんないですね。ちょっととりあえず持って帰ります。はい、また木ひっくり返したらなんか集団で、これなんやろ、キマワリかな、なんかオサムシみたいなやつなんですけど出てきました。なんかミールワームの成虫みたいですね。
はい、結構時間経ったんですが、トカゲは捕獲できてません。いや、結構見つかるんですけど、すぐ逃げるし、動画に収めるのも難しいですね。で、結構見たって言いましたけど、全部日本トカゲです。結構でかいのが多いですね。ほんで